はいどうも、トラキチです。今回はですね、ドリームキャラバンですね。ドリームキャラバンの、累計報酬、10周目が終わりましたので、これですね、はい、10周目コンプリート。S ランクベストナイン&タイトルホルダー契約書第3弾。これの開封をしたいなと思います。はい。このアカウントはですね、阪神純正だけで、無課金でね、やってますんで、もちろん狙うは、梅野選手ですね。はい。一応、まあ、シリーズ2の通常のね、梅野選手持ってるんですけども、まあ、スピリッツこちらの方が100高いですしね、ミート、パワー、走力ともに、1つずつ高いんでね、ぜひ、まあ、1ヶ月弱ぐらいで球団別の最強決定戦もねありますんで、まあ、それに向けて強化するためにはここで梅野選手取りたいなと思ってます。はい。まあ確率はね、まあ、12分の1なのかな、今回12人ですかね、で低いんですけどね、まあ、取っていきたいなと思います。まあ、ドリームキャラバンの方ですけども、まあ、エナジーは結局30、40いってないぐらいかなという感じですね、30ちょっとぐらいで。まあ現在2020年2月24日の14時31分なんですけども、まあ、それでもね、丸何日かな、丸2日以上残ってるのかな、丸2日あ1日と22時間丸2日ぐらいですね、残してですんで、まあここからはまたもうエナジー全く使わずにね、コツコツと無課金らしくちょっとコツコツやっていこうかなと思ってます。はい。まあそうですね、S ラン確率 10%、30% 契約書まだ1回しか来てないんですけども、まあ、今所持キャラバンメダル3150ありますけどね、これまた次回、回して、その時に S ラン確率 30% が出たら、まあ、その時また開封しようかなと思ってます。今回は、ベストナインタイトルホルダーの契約書開封ということで、あともう1枚、A ランク契約書もありますんで、先にそれを引いてからベストナイン&タイトルホルダーいこうかなと思います。はい。A ランク契約書ですね、星 1,2,3,4,5,6 星7の5回目の達成報酬の日本一達成のね A ランク契約書、これを開封したいなと思います。先ほども言いましたように阪神女性だけでやってますんで、阪神の選手来てもらいたいなと思ってます。 A ランク契約書開封します。お願いします。阪神来い。さあどうでしょう。あお、平田選手、この間も来た気がするな。はい。まあよく来ます。はい。阪神の選手じゃなかったですね。はい。まあこれはしゃあないです。問題は次ですね。S ランクベストナイン&タイトルホルダー契約書第3弾。ドリームキャラバン10周達成の報酬ですということで、まあ梅野選手。オンリーです。狙うは梅野選手だけです。他鈴木誠也選手であろうが丸選手であろうがね、もう梅野選手以外は、ちょっと来てほしくないなと思ってます。それではいきます。梅野選手待ってます。お願いします。来てくれよ梅ちゃん来い。さあどうでしょう。来てくれ。来い。ああ、マロ選手。有能やな。これは有能選手やな。ねえ。強いですもんね、マロ選手。いやー、残念。ですね。まあまあでも丸選手かミキサー生かすのもったいないね。丸選手はちょっと能力見ていいですかね。まあ、阪神には全然絶対折れへん能力ですもんね。こうですね。はい。すごいな。ミパ同値の81ですもんね。はい。そういえば丸選手あれシリーズ1かな、シリーズ1でもね僕ね来てたと思うんですよ。これシリーズ2か。シリーズ1でね来てますよね。ほらあの選手2回目か。坂本選手とかいっぱいね、菅野選手、岡本選手とミキサーにかけてきて、はい、今回丸選手ということでね、結構有能どころジャイアンツ来てますね、巨人が。はい、今回はこんな感じですね。まあ、ドリームキャラバンの累計、ベストナインにアンドサイトルホルダー財産弾が、梅ちゃん小津に丸選手でした。まあちょっと残念ですけどね。まあそうですね、これからもちょっと頑張ってコツコツとちょっとでもスピリッツ上げていきたいなと思ってます。今日月曜日ね、2月24日の月曜日で、一応リーグランク9にまた上がりましたんでね、ちょっと、まあ、残留でもできればなと思ってます。はい、まあ実績の方見てもらうと分かると思うんですけども、8989と来てますんでね。まあ、無課金で阪神純正だけで覇王を目指してますんで、これからもちょっと覇王になれるように、今回は残念でしたけど頑張っていきたいなと思います。はい、今回こんな感じですね。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、寅吉でした。